はい、こんにちは、勝又です。さあ、ストラックアウト12球中全部抜けば5000円ということで、すごくね、やっていきたいと思います。ちょっともうバスケとね、サッカーで疲弊してるんだけど、腕は元気だから。とりあえずもう本当に 息できなくなっちゃうから、マスクは。さあ、行ってみよう。行ってみよう。筋肉痛が残ってる。やっぱこれの筋肉痛だったんだ。ふんわりボール。今当たってもいないの？当たってもない。わー。ちなみに球速も出てます。今ので46キロ。なので61。63か65。大体ね、上行っちゃうんだよね。すごいよね、野球選手って。でも、なんで笑わないかというと、妻はもっと下手ね。うん、私、球技の人じゃないから、しょうがない。どこ投げてんって思うでしょ。むずいんだって。本当あそこに行かないんだろうねっていう不思議。え、狙ってんの今？狙ってるよ。あ、そうなの。準備運動してんのかと思った。いや、肩鳴らすよ、見えたら。やっと1個抜けた。11球使ってやっと1個抜けたんだけど。今の当たってない。当たってない。はい、ゲームセット。あ、2個当たってることになってる。だって下の色変わってるもん。これはキッチンが知らないんだね。また知らなかった。本当だ、映ってんのあれ。いや無理でしょ。何それ。いや、気合い入れすぎた。あたしじゃん。あのね、上に行っちゃうんだよね、俺。今の見えないんだよね、背中ね。あ、そう。お前、これに関しては俺やっぱ才能を1ミリも感じない。認める。野球は本当に苦手。野球とバスケは本当に苦手なんですよ。え、で、なんでサッカーは？なんでサッカーは？何？なんでサッカーはできる？知らない。違う、自分の中でなんでできる判定なの？できてる。だってサッカーはちなみにキーパーもあるから、キーパーやってりゃいいって言ってると、サッカー少年のキーパーたちが怒られるかもしれないけど、怖いものなしで止めればいいんだから。的が小せえ、あれ。
やめた方が賢明かな。うん、左で投げてるのが選手だから。ゲームセット。それアイドルの始球式。いやでもちょっと最後にじゃあもう一回真剣にやらさせて。もうもうラストラスト、もう無理なのは分かったから。今足だけ疲れてるから腕も疲れとかないとバランス悪い。さあ行ってみよう。もうマジで投げる。当たったの？当たってない。ふんわり式で投げたい。よし8番見える。はい。あーダメなんだ今の。てかこれでさ40キロも球の速度あるって怖いね。上すぎるんだよな、これが。昔さ、親父とさ、同じとこにいた。親父とキャッチボールしててさ、親父がさ、濃厚すぎてさ、必ずバウンドする球投げて。わかる？必ずなぜか下に叩きつけて俺の方投げるんだよ。あの親父がよ。バスケ少年だったからさ。だから今自分が親父になってわかる。年取ると無理なのかもしれん。なんか上っちゃうんだよね全部。今さ撮影が11月なのに汗半端ないもん。惜しい。あ、70キロ出たわ。100キロとか出るのすごいわ。うまい。急に急に。あ、すごい弁護したら点滅してる。もう無理。でも才能を感じないこれには。やめるわ。さすが5000円。野球少年、野球に自信がある人、読売ランドで5000円取りまくってください。1人1日1回とかあるかもしれない、もしかしたら。分かんないけど。当たったことある人いたら教えてほしくない。ガチで無理だから。危ね、水かと思ってアルコール飲むとこだった。